まだ早いし、どこかへ行く？どう？考えは決まったかしら？ええ、何でも言ってちょうだい。あんたが他の人と違うからよ。性格は確かに理由の一つだけど、それだけじゃないわ。あんたには他の人と比べて自分は何が違うのか、それを見つける機会が必要だと思ったの。誰もがあんたを体内に性格がある機械な人間だと言うけど、自分で理解するのと他人に言われるのとでは、たとえ私やヘルタの主張がどんなにもっともらしく思えても、両者には大きな違いがあるはずよ。あんたはいろいろな経験をする必要があるわ。そうすることで初めてあんたが性格によって何を得て何を失ったのか、さらには自分が何者なのかを知ることができる。逆に言えば、性格をコントロールすることを学ばない限り、自分の運命もコントロールできないでしょうね。性格はあんたにとって未知のものなのかもしれないけど、あんたの体内にそれがあるのは事実よ。このことをしっかりと胸に刻んでおけば、きっと遥か遠い未来に進むことができるわ。今まで通りアキビリの足跡をたどるわ。私たちはこれまで数多くの世界に停車してきた。これからもそれは変わらない。銀河には数えきれないほどの次の駅があるのよ。広い星の海は私の夢であると同時に列車の願いでもある。私は新世界の探索を渇望し、列車は過去の航路に復帰したいと望んだの。とっくに住んでるわ。私は何回もここに来ているから、今回も私にとってはいつも通りの旅になるはずだったの。でも今はもういつも通りのことなんて一つもない。既存の航路をたどっても新しい発見がある。それが開拓なのね。そんなにかしこまらないで。あんたもあのデカブツを倒してくれたじゃない。お互いに感謝し合ってたら日が暮れちゃうわよ。あんたが宇宙ステーションを反物質レギオンの毒手から守ってくれて本当に助かったわ。ヘルタは私に借りを作ったことは認めないだろうけど、これからは私が何を頼もうと拒絶したりしないはず。
宇宙ステーションから器物を一つ拝借するくらいなら多分問題ないでしょうね。そうだ、列車に乗って話すのはどうかしら。コーヒーを入れてあげるわ。得意なのよ。どう？考えは決まったかしら？お前か。何か話したいことがあるようだな。列車に乗ったからといって旅行や冒険をするわけではない。星宮列車は開拓を象徴するものだ。分かっているのか。開拓は往々にして未知を意味する。それは未知の危険かもしれないし、未知の楽しみかもしれない。俺が思うに、未知は基地より恐ろしいものではない。未知は多くの場合制御したり変化させることができるからな。分かっているならいい。お前が星宮列車に乗車する件について言っているのなら、それは考えすぎだ。俺の意見はシンプルだ。どちらでもいい。お前も俺の意見を考慮することなく、自分の好きなようにすればいい。急にどうした？俺が何かしたのか？常に観察を怠らず、その上で有効だと思うものを慎重に選んでいるだけだ。お前にもできるだろう。俺はお前もよくやっていたと思う。十分じゃない？でもあんたまだ何か悩んでるみたいだね。ほら話してみなよ。うちが相談に乗ってあげる。乗った方がいいに決まってるじゃん。なんで悩むの？今はうちら4人とパムしかいないから、一人が一つの車両を占領できちゃうんだよ。こんな寂しい状況を見て見ぬふりしないよね。うちらと一緒に行こう。そうすればこの問題もすぐに解決できるし。こんなに危ない状況はめったにないかな。さすがのうちも結構ビビったもん。でも列車に乗ってからはたくさん不思議なものを見てきたよ。例えば砂漠で砂魚っていう動物を捕まえたり、逆さまになったお城を戻すために重力場を修正したり、道の真ん中で寝てるトナカイを避けようとしたら空から降ってきた炎光の玉が頭に直撃しそうになったり、今考えるとどれも危ない状況だったかも。でもみんなと一緒だったからかな。どんな問題も全然大したことなかったんだ。その質問には答えられるよ。目が覚めたら列車に乗ってたの。うちは宇宙を漂っていたところを列車に引き上げられたんだ。どう？神秘的でしょ？
急に考えに浸るんだね。収容部分で会った時さ、あんた弱っちそうだったからちゃんと守らなきゃって思ったんだ。でもまさかバットを持って元気いっぱいに暴れ回るなんてね。それからあのでかいのを幼おじちゃんのブラックホールに叩き込んでうちを救ってくれた。まだちゃんとお礼言ってないんだよ。はあ、ここでお別れじゃなくてもよくない？待ってるからね。まだ早いし、どこかへ行く。まだ疑問があるの？いいよ、あなたには興味があるから質問に答えてあげる。私？自分のことを話すのは最も無意味な行為なんだけど。私は法律上の主人で、実際にここを管理してるわけじゃない。私はここを作り、物や人を放り込んだだけ。その後は彼ら自身に管理させてるの。宇宙ステーションの所長はアスターで、彼女こそここの主人。私は所有という概念を拒否してる。何の責任も負いたくないから。人類、女性、若い、美しい、可愛い。あなたが今見ている姿とそんなに変わらないよ。私の子供の頃を模してるの。完璧に同じとまではいかないけど、7、8割は似てる。はあ、私は早熟だったから、あの頃はソリトンの難題ばかり解いていて、貴重な子供時代を謳歌しなかったんだよね。あっそ、他人に好かれるかどうかなんて気にする必要ある？答えは必要ない。性格が最悪でも、私に価値があれば願いは叶えられる。あなたは性格がいいかもしれないけど、それに何か価値はあるの？誤解しないで、別に皮肉ってるわけじゃないの。これは質問。つまり、それには本当に価値があるのかもしれない。ただ、私にはわからないってこと。私の研究で、あれは一種の生命体であることが分かってる。特殊な仕組みがあり、ある運命、あるいはあるアイオンの力につながる特別な物質なの。文明を発展させたいという世界の願望に応えるけど、その願望は常に何らかの厄災という形となって現れる。そしてその仕組みは壊滅のナヌークと関係している可能性が高い。ああ、怪人軍団のことね。私は性格が一つあれば満足だけど、彼らは宇宙のあちこちを探し回っていくつも手に入れてるのに、まだ満足してないの。彼らの意図はよくわからない。クラブのスクリューガムが性格ハンターと戦ったことがあるらしいけど、彼らの一員に凄腕のハッカーがいて、スクリューガムの差分気球と同じレベルだったって言ってた。スクリューガムに匹敵するなんて、宇宙で1位か2位ってことだよ。すごいよね。私には無理。
コンピューターの分野はあまり得意じゃないから。わからない。だから私はその謎を解きたくてうずうずしてるの。列車のことを姫子じゃなくて私に聞くの？外見？列車よ。中は。一時期列車に興味を持って研究報告を大量に書いてたんだけど、どこかに紛失したんだよね。だから今は何も思い出せない。信用してるよ。長い付き合いのビジネスパートナー。私が他の惑星で何かを得るために依頼することもあるし、彼らの問題を解決するためにやってくることもある。選択？もっと分かりやすく言って。もちろん私が待ってる。ああ、あなたの言う戻るって、できなくもないかな。もしここのスタッフになりたいのならアスターに聞いてみて。アスターが同意するなら私も特に異議はないから。いや待って、あなたの体内には性格があるんだった。やっぱり行って。たまに戻ってくるくらいでいいや。ここに長居するのは危険すぎる。理性的な角度から判断すると請求列車に乗るのが最適解ね。まずは行く場所ができる。それに守ってくれる人がいる。それから旅路が長くて人の命を救う機会が多い。最後に、性格が本当に爆発したとしても被害が少なくて済む。さあ、全てはあなた次第だよ。人がいない場所に行ってハッチを開けて飛び出してもいいし、列海に潜り込んでモンスターがあなたを神として崇めるか試してみてもいい。うん、好きにすればいいよ。何か聞きたいことはある？ミス・ヘルタがコードをくれたの。ここに来る途中で書いたそうなんだけど、今試してみたらシールドの修復速度が以前の3倍になったわ。彼女のおかげで外の反物質レギオンは大した脅威じゃない。宇宙ステーションの修復作業も順調よ。ただ内部は。性格が一瞬取り出されただけでもやっぱり侵食を受けてしまった。列海と呼ばれる真空間が形成されたわ。侵食された部分は不可逆だから、おそらく宇宙ステーションはずっと半列海化した状態になる。各世界の列海はつながっているの。だからモンスターが列海を通って宇宙ステーションにやってくるわ。アーランとも話したんだけど、この件に関しては警備員を増やし、パトロールの頻度を高めてスタッフの研究を守る以外に今のところいい解決策はないみたい。今回のことが片付いたらミス・ヘルタに休暇を申請するわ。もう決めたの。飛行機をチャーターしてブルーを思う存分堪能するって。同じ景色だとしても休暇中と仕事中では違って見えるでしょ。もし休暇がもらえたらじっくりと観測データを収集して論文を仕上げることができるわ。ブ
ルーに関する情報はいくらでもあるけど、やっぱり自分でも調べてみたいのよ。普段の仕事内容とあまり変わらなくてもすごく興味深いし、指標もないし、それに自費だもの。あなたのことは結構好きよ。でもあなたの体内には性格がある。しばらく気軽に散歩するだけとか、実験室に封印されることに同意してくれるのなら何も問題はないけど、もしあなたが宇宙ステーションで働いたり長居することになれば、性格がここの劣化を悪化させてしまうかもしれない。所長としてそのリスクを負うことはできないわ。あなたの宇宙ステーションに対する情熱は理解できるけど、私は心を鬼にしてあなたを拒否しなければならないの。戻ってきた時に手伝ってくれるならもちろん拒否はしないわ。炭鉱さんは器物を点検してくれたし、美月ちゃんもできる限り手伝うって言ってくれたから、電気室で50本以上の電線をつなげてもらったの。はあ、列車の人たちはみんな親切ね。おせっかいという点で言えばあなたにも潜在力があるんじゃないかな。うん、焦らなくても大丈夫よ。まだ疑問があるの？いいよ、あなたには興味があるから質問に答えてあげる。選択？もっと分かりやすく言って。ダメ、あなたは危険すぎる。私は別に構わないけど、アスターたちのことを考えるとダメ。あなただって体に埋め込まれた性格の力で宇宙ステーションのみんなを不幸にしたくはないでしょ。たまに帰ってくるぐらいなら迎えてあげられるから、長いは控えめにして。変な子、こんなところの何がいいの？私でさえあまり長いしたくないのに。いいよ、正直に言えば性格ぐらい封じたければいくらでも手はあるから、あなたが少しだけ不自由に耐えてくれるならね。本当に残りたいのなら、反対はしないよ。アスターに聞いてみて、所長の彼女が決めることだから。うん、好きにすればいいよ。出発まであまり時間がないみたい。今のうちに何か聞きたいことはある？え、ミス・ヘルトが本当に？彼女がそう言ったなら私も反対する理由なんてないわ。でもこれだけは先に言っておくね。もしミス・ヘルトがあなたに何かしようとしたら、気持ちなんて考慮しないはずよ。うん、焦らなくても大丈夫よ。
どう？考えは決まったかしら？え？でも、ヘルタは？そう。なら、あんたの選択を尊重するしかないわね。それじゃ、元気で。また会いに来るから。慎重に考えた後、あなたは姫子の誘いを断った。汽笛の響きとともに、請求列車は間もなく出発するだろう。偶然出会った友人たちは、あなたに手を振り、別れを告げる。請求列車が旅立った後、宇宙ステーションは早速再建作業に入った。しかしあなたには関係のない話だ。あなたはヘルタと共に性格の研究を始めた。だが早くもヘルタはあなたや性格への興味をなくしてしまう。宇宙ステーションヘルタで平和な人生を送ることになったあなた。その間、請求列車が何度か訪ねてきたが、ある日、永遠に消息を絶つ。あなたは宇宙ステーションを往来する旅人から、天かける列車と性格ハンターの宇宙を揺らす結末を聞いた。しかし、それらはもうあなたとは無関係だ。どう？考えは決まったかしら？なら、私についてきて。The way to celebrate. 出発出発！ I'll be waiting. 乗りましょう。Till we make it.そこのぼんやりしてるお前、そう、お前じゃ。お前のことは姫子から聞いておる。いいか新人、大事なことは一度しか言わんぞ。最近お前は特別だといろんなやつから聞くが、ここは請求列車じゃ。この列車の乗客なら誰もが秘密の一つや二つ抱えておる。乗車したからにはここのルールに従ってもらうからな。よく覚えとけ。特別なのはお前だけじゃない。俺はパム、ここの車掌じゃ。列車の中で困ったことがあったら俺のところに来るように。The way to celebrate, I'll be waiting till we make it.Bye.
姫子は蓄音機で音楽を聴くのが好きなんじゃ。これなら過去のメロディーを再生できるとそう言っておった。ちなみに要は黒い円盤を収集するのを好んでおる。どれも骨董品らしいが、お前も外で見かけたら持って帰ってくるといい。きっとあいつも喜ぶぞ。もう来たのか？社交辞令というものを知らんようじゃな。それで俺に何の用じゃ？お前あれを知っているのか？姫子の趣味でな、いろんなところからへんてこなガラクタを集めてきては修理しておる。あれは少し改造されているようじゃ。ことじゃな。炭鉱はあそこに居座っているだけじゃ。俺もあれこれ言うのが億劫でそのままにしておる。美月ちゃんの部屋はその隣じゃから、ついでにやってくるといい。なの？美月ちゃんのことか。あの子の部屋を知ってどうする。聞いたぞ。勇気があるのはいいが少し無謀すぎる。まあそれこそ開拓者のあるべき姿なのじゃ。美月ちゃんの部屋なら客室車両にある。ただあちこちフラフラするのが好きな娘じゃから部屋にいるとは限らないぞ。列車の跳躍にはもう少し準備作業が必要じゃ。俺は手が離せないから自分で好きに見て回るといい。安心しろ、列車でのお前の一挙手一投足はこの俺の目から逃れられんからな。電子機器の音が聞こえるような。誰だ？お前か。鍵はかかっていない。入れ。何か用か？そうか、ここは列車の全乗員に開放されている場所だから、お前も好きにすればいい。かつてアキビリが歩んだ道のほとんどはすでに追うことができなくなっている。しかし列車の現乗員として俺たちの旅を記録することには必ず意味がある。だから収集した資料を資料室のアーカイブに入力して、列車が訪れた場所の文明や生態、それから地質の特徴などをまとめ、過去のデータと比較しているんだ。あの端末が見えるか？あれはアーカイブにつながっていて、現在までに知られている情報を閲覧することができる。気になるなら試してみるといい。
鍵がかかってない。入ってみようかな。少しだけなら大丈夫だよね。自分が後悔しないような未来にたどり着く。この短い間にいろいろなことが起きた気がする。遅いぞ。これでやっと揃ったな。どうせあいつは来ないじゃろ。放っておけ。あ、そうじゃった。ほれ、車掌からのちょっとしたボーナスじゃ。お前への投資だと思って受け取っておけ。よし、早くどっかに座れ。くれぐれも美月ちゃんみたいに車内を走り回るんじゃないぞ。これから跳躍前の最後の準備を始める。どうしたの？何か言いたげな顔してるわね。あんたが何を聞きたいのか大体の察しはついてるわ。私を探して正解よ。さあ、遠慮なく聞いてちょうだい。列車について知りたいの？嬉しいわね。この列車は私たちにとって大切な仲間だもの。請求列車は開拓のアキビリが作った彼と七死人を乗せて青函旅行をするための乗り物よ。他にも似たようなものがあったらしいけど、列車には詳しい記録は残ってなかったわ。私が列車を見つけた時にはすでに記録媒体が破損していて、多くの貴重な情報が失われていた。分かっているのはこの列車が間違いなくアキビリの創造物であり、彼と一緒に旅をしてきたということだけ。どうやって作られたのか、どうして止まってしまったのか、その理由はわからないの。この列車はかつて開拓が歩んだ軌道に沿って進んでいるわ。一部の停車駅の記録は失われているけど、最初と最後の駅の名前は
ペガーナ、つまりアキビリの故郷だった。ペガーナを出発して途中の駅で停車し、最後には始まりの地に戻って次の旅を始める。これが請求列車の運行予定だったんでしょうね。でも性格の出現によってどの停車駅でも遅延が発生してしまったみたい。銀河で流れている噂によれば、この列車のコアはアイオン、アキビリの心臓で、その心臓が請求列車に世界を渡る力を与えているんですって。でもその噂を証明できるものなんてこの列車では見つからなかった。それに開拓がなくなる前から列車は走っていたし、アキビリに心臓が2つもあるわけがないでしょ。だから私は列車自体に何らかの仕掛けがあって開拓の運命から力を得ているんじゃないかって考えてるの。普通の運命の後人にはできないことよ。落ちたアイオン、逝去した開拓、彼の死は謎に包まれているわ。でも知られているアイオンの中では最も人間に近い存在らしいの。列車のアーカイブによれば、彼は人間と一緒に歩み、冒険し、戦い、喜びを分かち合ったそうよ。原動力に縛られた神として、アキビリには人間と同じような自由があった。彼は他のアイオンとは少し違っていた。そしてその死も突然で、とあるアイオンに殺されたという説もあるけど、私は信じないわ。銀河は広いから、急に聞かれても何から話せばいいのかわからないわね。これまで多くの星を旅してきたけど、まだ銀河の本質を知ったとは言えないわ。あまりにも広大すぎるもの。あくまで仮説でいいならいくつか紹介できるけど、一番有名なのは宇宙の木ね。提唱者は知恵の司令で天才クラブ初の会員でもあるザンダーよ。彼は銀河が虚数の巨樹であり、隔たれた天体は木の葉であると主張してる。だから虚数から直接エネルギーを得られるアイオンと、アイオンに祝福された指令だけが虚数エネルギーで満たされた空間を越えて星間旅行をすることができる。文明が生まれる惑星が似通っているのもこれが原因だそうよ。でもこの説には多くの問題があるわ。天才クラブ会員番号56のイリアス・サラスは長距離センシングを発明して虚数の唯一性を反証した。つまり宇宙の季節の根幹を揺るがしたの。この他にも伸縮論やヒートトーチ論、パラレル結像論、多くの仮説が立てられてる。リドラーの主張だと銀河はただの夢に過ぎないとも言われてるわね。私の知る限りだと、この説はイックスの崇拝者たちに好かれているみたい。アイオンは銀河で最も神秘的な存在よ。私たちが知っているのは、彼らが知的生命体から昇華した存在らしいということだけ。でもその条件や原理は天才クラブの人たちですらわからないの。ある生物がアイオンに昇華すると運命を掌握する力を得られる。そして運命の中にある虚数エネルギーを操ることができるようになると同時に、原動力に縛られることになる。壊滅のアイオンは宇宙を破壊することしか考えていない。知恵のアイオンは一心に万物の答えを求めている。孫悟のアイオンは絶えず壁を築き続け、神秘のアイオンは決定的な情報を濁すことに尽力している。あまりにも多くの謎に包まれた存在、それがアイオン。ヘルタはメンバーを集めてその謎に挑もうとしているらしいわ。アイオンに比べたら
派閥は分かりやすいわ。共通の目的のために集まってアイオーンや運命に対する独自の解釈を実践する人間の集団、それが派閥よ。星の神々は手の届かない存在だけど、派閥は私たちと密接に関係している。アケビリが銀河を開拓してから人々は異なる世界の存在を意識するようになった。そしてアイオーンの力を使って星間旅行をしようとする人が増えていったの。例えばスターピースカンパニー、彼らは孫悟を崇拝していて、ひょんなことから銀河一の経済体に成長したわ。あとは天才クラブね。知恵の加護のもと研究に力を注いでいて、ヘルタみたいな変わり者のメンバーが多く在籍しているの。これらの派閥は私たちと同じ星間跳躍能力を持っているから、銀河の旅を順調に進めるためにも彼らとの付き合いは欠かせないのよ。アイオーンの誕生は一つの運命の始まりを意味する。運命の本質は謎に包まれていて、私たちは人間が理解できる方法で推し量ることしかできない。ある種の哲学的な概念ってところかしら。ある人の意志と運命が重なった時、その人は運命の道を歩んでいるとみなすことができる。もし本人の意志が十分に強ければ、運命の道からわずかな力を引き出すことが可能になるの。そういう人たちのことを私たちは運命の行人と呼んでいるわ。運命の行人は人間を超えた力を持っているけど、運命を完全に司るアイオーンに比べればその力は微々たるもの。大海原にある一滴の水のようなものよ。それから稀にアイオーンから直接力を授かる人間もいるわね。そういう人は司令と呼ばれているの。ちなみに一度開かれた運命の道を閉じることはできないの。それを司っていたアイオーンが亡くなっても道は開いたまま。だからアキビリがいなくなった今も私たちはこうして星々を旅できるのよ。開拓は私たちの使命であり、列車が銀河を走るための力の源でもあるわ。未知の世界を探索して目の前の道を絶えず切り開くことね。その土地の文化を理解して溶け込むことね。新しい世界との関係を構築する。喜びや悩みを共有することよ。世界と世界を連携して決して途切れることのない道を歩むことよ。君は初めて跳躍を経験する。不安になるのも無理はない。もし緊張しているのなら俺が話し相手になろう。列車のみんなのことか。いいぞ。誰について聞きたい？姫子は星宮列車の主だ。みんなパムのことを車掌と呼んでいるが、彼女こそが列車の主であると誰もが認めている。すべての物語は赤髪の少女が星宮列車に出会ったことから始まった。それ以来彼女と列車は一心同体なんだ。彼女はまるで燃え盛る太陽のようにとても情熱的な人と言えるだろう。普段の姫子は神秘的だが、時折彼女は自分を燃やしながら夢に向かっているように感じる。彼女のような人こそ星宮列車にふさわしい。俺はそう思っている。おそらく姫子には大切な夢があって、それが彼女の人生のビジョンを形成しているのだろう。実を言うと、いつパムが現れたのか全く覚えていないんだ。俺が列車に乗る前だったか、いや後だったような。おかしいな。パムは
請求列車の妖精みたいな存在だ。列車の中で助けを必要としている者がいれば、どんな時でも必ず姿を現してくれる。だからといってパムを侮ってはいけないぞ。パムが怒ると尋常じゃなく怖いんだ。そう、尋常じゃなく。炭鉱は孤独な子だ。冷たく見えるかもしれないが、根は悪いやつじゃない。長い逃亡生活が彼を今のように変えてしまったのだろう。彼を見ていると若い頃の自分を思い出すよ。彼が何から逃げているのか俺たちは知らない。ただ一度だけ話してくれたことがある。彼自身よく分かっていないようだが、とにかく何かに追われているような気がして逃げずにはいられないのだと。かつての彼は泉州にいてカンパニーに所属したこともあるようだが、本能が早く逃げなければいけないと絶えず警告していたらしい。そこで彼は弔い霊人のゴンドラに乗り込み、カンパニーから逃げ出して紆余曲折を経て列車に乗車した。それ以来ここが彼が最も長く滞在している場所だ。炭鉱に危害を加えようとするなら誰であろうと許さない。彼は列車組の一員だ。請求列車のメンバーに手を出そうとする者は俺と姫子の憤怒の炎を味わうことになる。それは相性か。そうだな、姫子から聞いたかもしれないが、ナノカは宇宙を漂う氷の塊に封印されていた。それを俺たちが偶然発見して彼女を助け出したんだ。あれは非常に特殊な氷で、六層氷と呼ばれている。虚数の法則に従い、外因によって形を変えることのない造物だ。彼女を六層氷に封じた人物が誰であれ、その目的が彼女を守るためだったのか、それとも追放するためだったのか、詳しいことはわからない。いずれにしてもあの氷は長い間ずっと宇宙を漂っていたはずだ。この現象が初めて発生した時期まで遡ることはできないが、人類によって観測された時点、あるいは現実世界に影響を与えた時点で、すでに取り返しのつかないことになっていた。穏やかな海面に突如として嵐が吹き荒れたように、この現象の出現は順調だった生還旅行を危険なものにした。この変異侵食現象を伝播させるもの、それが性格だ。まるでがん細胞のように拡散することから、スターピースカンパニーは性格を挽回のがんと呼んでいる。奴らは壊滅のアイオーン、ナヌークが率いる軍団だ。ナヌークの信者として壊滅の意思を実行するため、生命と文明に対して混乱と災厄を広めている。反物質レギオンの行動はなぜという観点からは説明できない。なぜなら壊滅という信念を遂行することこそ奴らの唯一の動機だからな。劣化は侵食現象のことだ。今のところ性格が劣化を生み出しているという見方が主流だな。劣化に触れたものや空間は変容を遂げ、特殊な劣化造物になる。だがあまり心配する必要はない。少なくとも性格は今君の体内で静かに眠っている。外部に異変をもたらすことはないだろう。
次は意識を集中させて、すべての不安を掴んだ一点に集めるの。へえ、才能あるじゃん。そこまでやるのって結構難しいのに。最後は思いっきり不安を引っ張り出して投げ捨てる。マジ？うちは一度も成功したことないのに。で、気分はどう？少しは楽になった？
ちゃんと立ってられるか試してるだけだから。ありがとう。徐々にコツをつかんできたみたい。肝心なのはお腹と太ももの力で、姿勢は重要じゃない。感性をうまく利用するの。まあうちのことはいいからさ、あんたは早くどこかに座ってちゃんと捕まってて。私たちの次の目的地はとても小さな惑星よ。高度はヤリーロ6。最後に列車がその星に行ったのは何千年も前のことね。アーカイブの記録によると、緑に覆われた美しい星みたい。でも長い年月が過ぎ、もしかしたら何か大きな変化が起きてるかもしれないわ。跳躍を初めて経験する場合、奇妙な感覚に陥るだろう。だが、時期になれるはずだ。跳躍の原理はやめておこう。もし興味があれば、時間を見つけて詳しく説明しよう。座って待つんだ。目も閉じておいた方がいい。そうすると、めまいが軽減される。